こんにちは、内川店長です。はい、本日はこちらです。ジャブス歩き病のマサッチョモデル、新作のご紹介です。まず簡単にマサッチョモデルの説明です。前から見るとノープリーツのシンプルなスラックスですが、両サイドゴムが入っています。これで全体に 5,6 センチ伸びるので、ベルトなしで履いていただいても非常に楽チンである。そしてシャツインするときはベルトをしたいのでベルトループもあります。ただベルトをするときはこちらの紐ですね、邪魔になると思うので、その場合は裏側で抜いて結ぶことができます。はい、そして最大の特徴、ちょっと見にくいかもしれませんが、センタークリースです。通常ね、スラックスはこちらセンターにラインをプレスしてつけています。ただそれは履いていくうちに取れてしまうので、マサッチョモデル細かくステッチで留めてあります。それによって永久にこのクリースが綺麗なシルエット、見た目をキープしてくれる、そんな特徴です。今回ね、これも新素材かなと思います。これグレンチェック柄です。ウールのグレンチェック柄のパンツにパッと見は見えます。ただジャージです。めちゃくちゃ伸びます。いわゆるスタンダードジャージですね。プリントを乗せた、そんな印象です。今までジャージは無地しかない、無地ばっかりで面白くないなっていう方に向けて、こんなグレンチェック比較的使いやすいと思います。無地のコーディネートにパンツをこんな柄物にするだけで差別化できると思います。新鮮な感じですね。結構ダークトーンのね、グレイッシュなグレンチェック、柄も細かめなので合わせやすいと思います。もちろん家庭選択も可能です。ではこちらも履いたところをお見せしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、履いてみました。これね、結構あったかいですね。少し肝がかった雰囲気で、冬は重宝しそうです。そして、マサッチョのジャージー素材が好きな方、バリエーションの一つとして、こんなグレンチェック持っておくといいんじゃないかなと思います。こうしてみると、ちょっと離れると無地のダークグレーのパンツに見えるんですが、よく見るとグレンチェック柄、ネイビーのジャケットだったり、ブラックのジャケット、アウターでもいいですね。結構合わせいいと思います。グレーのパンツ同様に合わせていただけるんですが、グレンチェック柄なので差別化できる、そんな印象です。ジャブス歩き病からマサッチョモデルのグレンチェックジャージーです。ぜひお試しください。